アンダンテ・フェスティーボ JS34 は、ジャンシベリウスが作曲した、弦楽合奏曲。最初は、弦楽四重奏のために書かれた。フェスティーボはイタリア語で、祝祭的なという意味。原曲の弦楽四重奏版は、1922年に、サイナ・トゥサロ製作所からの依頼で、その25周年記念祝賀会のための曲として、書かれた。初演は、 同年12月28日の祝賀会において行われたが、その際参加者に配布された記念冊子に送付が収録されている。1930年に使用任意のティンパニを含む弦楽合奏用に編曲され、1941年に出版された。現在ではもっぱら弦楽合奏版で演奏される。この作品はシベリウスのお気に入りの曲だったらしく。 しばしば自らが指揮する演奏会のプログラムやアンコールで取り上げていて、1939年の自演の放送録音が残されている。1970年代初頭に LP レコードで発売された録音は、シベリウス唯一の自作式音源として愛されていたが、実際にはこれは全く別の指揮者による演奏の録音であったことが後に判明した。 フィンランド放送局はこのミスについて公表し、1995年には本物の録音が発売された。祝祭的という言葉の一般的なイメージとは異なり、この曲は幾分儀式ばったところもある。早朝で一種宗教的な参加となっている。都庁長で始まるが、保丹庁や教会戦法が工作したり、異長長に移行したりしながら、冒頭の動機が形を変えて演奏される。 そして都庁長のアーメン収支で早朝2曲が締めくくられる。五部の弦楽合奏、ティンパに約4から7分。シベリウス寺園の録音では6分。ありがとうございます。